Morning Jam 3、4、思い家族パート2。この時間はいい土地にいい建物を斎藤工務店、噂の自販機ラーメン屋さん、給食、久留米の不動産会社若菜エステートの提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方にはオアシスコーヒーの綺麗なカップインコーヒー、綺麗なコーヒーエキス、綺麗なコーヒードリップバッグという美味しいコーヒーのセットをプレゼント。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。はい、そして年明け一発目の生放送はこのモーニングジャム、そうキャナルシティ博多で公開生放送。新春初笑いのモーニングジャム、お正月だよ全員集合っていうことで、おもろい家族の時間はおもろい家族の傑作選をお届けするっていうことになってますんで、はい、どうぞよろしくお願いします。1月2日、もう来週の木曜日っていうね、年末年始を挟むんで来週とかいう言い方しないでくれっていうね、メッセージちょこちょこ見かけるんですが、はい、でも、それは現実です。もう来週の木曜日って言われたらもうあっという間ですよね。そうなんですよ。なのでね皆さんぜひどうぞよろしくお願いいたします。はい、さあそれではね、今日届いたおもろい家族、まずはこちらからご紹介することにしましょう。女性の方、千穂さんですね。中地小浜ちゃん、こんにちは。こんにちは。我が家はあんまり面白い家族ではないんですが、最近思い出したおもろい我が家で起こった出来事。はい、私には2人の兄がいて、同じ種と畑なのにこんなに違うものができるのかと思うぐらい2人の兄、性格が違いましてあんまり女性がこういう表現しないですけれどもね同じ種と畑なのに長男は社交的でおしゃべりで友達も多く、よく海とか山とかに遊びに行ってるんですが、次男は内向的で口数が少なく、友達はいるもののほとんど自分から連絡を取ることはなく、でもなぜか昔から次男の方は運がよく、長男はちょっと残念な人生そうなんですか。妹が冷静に兄2人をこうやって分析してるっていうのは、お兄ちゃんたちは知らないでしょうね。今から5年ほど前、大宴会という大きな婚活イベントが開催されることを市の広報誌に掲載されていたのを母が見つけたんです。うちの子の我が子の子育てが終わって暇な母は早く孫の世話がしたいというのが口癖でした、はい、なのでなかなか彼女ができない長男のためにチケットを購入したんです。親から婚活イベントのチケットをもらうのが恥ずかしかったのか、長男はそんな婚活パーティーとか行って彼女ができたら苦労せんわ、俺は時間をかけてじっくりその人となりを見て彼女を選んでいるだけなどと母に言っていたのを覚えております、はい、何度か押し問答をしていたんですが、結局長男は行かず、せっかく購入した大宴会のチケットがもったいないと母は次男に、せっかく兄ちゃんのために買ってきたけどいかんって言うきゃあんたいかんねと言いました、うん、当時次男は彼女と別れたばかり。この次男、口数が少ないんですが、長男と違っていつの間にか彼女ができるタイプの男性で、なるほど、当時の我が家の七不思議の一つでした、うん、普段あんまり話さないのでこんな婚活パーティーに行っても自分から話せないだろう、母も次男が行くようなイベントではないと思っていたようなんですが、いくら行っても長男が行かないのでダメ元で次男に聞いてみたところ、次男は「あ、いいよ」とすんなりチケットを受け取りましたそして長男の代わりに大宴会に行った次男、いつものようにスルーッと彼女をその婚活イベントで作り、しかもめちゃくちゃ優しくって可愛い女性で、私も大好きで今では私の姉になり、母が望んでいた可愛い孫もできました、うん、相変わらずまだ彼女ができない長男、先日市役所に大宴会のチラシが置かれていたようで、母がそのチラシを持って帰ってきました年明けの1月にあるようなんですが、はい、私も兄ちゃんにあやかって大宴会行こうかなと言うと、母が小さな声で今回は上の兄ちゃんが行くみたいだからうふっと含み笑顔で言いましたそれで長男はその大宴会にかけているのか、最近走りに行ったり腹筋したりダイエットしたりしているので本当に分かりやすい人です。1月に行われる大宴会に参加なさる女性の皆さん、男にしてはよく話しちょっと一言多い兄ですが不器用なだけで人はいいので、ぜひぜひよろしくお願いいたしますすごいね、とってもいい話だな。そうなんだよ5年越しなんだよ5年前すごいあの時俺が言っていればみたいなねことを、やっぱお兄ちゃんは思ったみたいなところはないことはないだろうね。そうでしょうね。大宴会、はい、もう本当いいですね。楽しみですね、はい、これ結果が知りたい。大きな絵西の会と書いて大宴会ということです、はい、さあそれからねこれもいきましょうか。不思議なメッセージなんですけれどもね、こちらマリコさんというね女性の方です。中地小浜ちゃんこんにちは。こんにちは。聞いてください、はい、最近大好きな Perfume が新曲を出したので繰り返し聞いていました、うん、頭の中はその曲でいっぱい幸せを感じていたんですが、邪魔するものが現れたんです、うん、それは夫。私は東京の出身で夫は千葉の出身。その夫が最近なぜか同じ曲を何度も繰り返し歌う。しかもかなり季節外れ。その歌は三つ輪大音頭という夫が子供の頃に住んでいた千葉県千葉市三つ輪台の盆踊り大会で流れる曲。なるほどこんないいとこ他にはないよと自己評価がすごい高い歌詞なんです。単調なメロディーと歌詞が頭にこびりついてせっかくのPerfumeが吹き飛んでしまう。最近ではむしろ三つ輪大音頭が気になりすぎてネットで検索まで知ってしまいました、はい、するとなんと三橋美智也さんが歌っていることが判明。大御所。もちろん CD なんかは販売されていなくて正確な音源を聞く術がないため逆に悶々とする日々。今日も頭の中で縁もゆかりもない三つ輪大音頭が流れます。三つ輪大三つ輪大三つ輪大そんなメロディーなんですか。知りません全然知りません私も知りませんでよく歌います、ね、いやもうディレクターがね三つ輪大音頭とはみたいな、はい、紙だけ印刷してるっていう、ね、意味がないという。しかもそれがぼやけてよくわからない、まあね昭和40年頃、はい、三つ輪台という町を、鳥の舞う日本一の町にしたいっていうことで、それで、まあ、そういう願いを込めて作った曲だということだそうです、はい、三つ輪台三つ輪台三つ輪台っていうねもうなんていうかマリコさん自身はこれ聞いて全然違うって逆に違和感を覚えてるでしょうけど、はいはい、皆さんの心の中にはこのメロディーがね私がこう作曲した誤った三つ輪大音頭がそうです、ね、こびりついてしまうっていう三つ輪大三つ輪大三つ輪大やめてください本当音楽の才能ゼロですから短くいくぞ、はい、ミキさんですね中地小浜ちゃんこんにちは。こんにちは。その日は祖母、母、私、妹2人と女ばかり5人で夕飯がてら居酒屋に女子会に行きました、うん、普段は祖母は一人暮らし、よっぽど楽しかったんですね。よく飲んでました。足元もフラフラ。それを見た母が自宅に送りながら大丈夫か心配していたんです。なぜなら祖母はもともとよく働く人、四六時中掃除したり買い物に行ったりスポーツクラブに行ったりと大忙し。しかし酒が入ると余計に掃除をし始めいらっしゃいますね。そういう人がね。はい。しかも脚立に登ったり、それを知っている私たちは今日は早く寝るとよと言っていたんですが、当時小学生だった一番下の妹がすってんころりんチーンってならんとよと祖母は意味が分からずすってんころりんチーンちゃんなんで階段で滑って落ちてご臨終にならないよ本当もう家族だからいいそうなんですよ。これはね他人が介在するとものすごく失礼な話になるっていうね。三つは大三つは大三つは大。